高岡目線。カタールでサッカーワールドカップが開幕しました。サッカーワールドカップです。あ、高岡さんはフィールドが広いね、はい、スポーツまで解説するのかできません、はい、できません。ところが、はい、なぜこのサッカーの話から私が今日申し上げたいかというと、うん、カタールはこれワールドカップを必然的に開催できる条件を整えたんです。だから中東で初めてのワールドカップの開催国になったわけですが、そのためにはとっても日本も見習うべき外交の八方美人の努力がございました。外交八方美人のカタールと言われておりますが、カタールはですね、我が国で大変お世話になったんです。大震災から日本を救った国です。で、それがですね、この場所をもう一度確認しておきます、サウジアラビアからちょっと突き出た半島になってまして、陸路で出入りするには必ずサウジアラビアを通らなきゃいけない。だこの2つの国も因縁の間柄なんですが、広さはですね、秋田県よりもちょっと狭いぐらい。そこにですね、広島県全県とほぼ同じの人が住んでます。まあ大阪市全体にも割と近い人口ですが、問題はカタール人の方は 10% ぐらいです。ほとんど外国からの労働者で、こういった人たちがカタールのオイルマネーでビルを作り仕事をしということで成り立っている国でございまして、当然のことながら原油天然ガス一番買ってるのは我が国でございます。で、そのお金だけではなくて、もう一度見せます。我が国は東日本大震災の時にこの国に救ってもらいました。それがこちらでございます。当時民主党政権で菅直人総理大臣でしたけれども、3月に地震があってやっぱり津波に弱いんだということが原発の問題になりまして、静岡県の浜岡、一番首都圏に近い原発だと言われてましたが、ここをですね、何の法的根拠もなかったんですが、当時の菅直人政権はちょっと止めてくれないかという要請を中部電力にしてきたんですね。でその時に中部電力の経営陣は日本政府に分かりました、止めましょうという前にカタールに重役が飛んだんです。でその理由はですね、やはり原子力を止めますと中京圏の電気が大変なことになると。でカタールは天然ガスをすごく日本に輸出してくれてました。だからこの後もこういう要求が政府から来てるけれども、安定的に安いガスを送っていただけますかと言ったら、その時のカタールの王族は分かったと、日本の苦しさよく分かるということで安定的に安い値段でガスを送ってくれたという恩義がこの国に対してはあるわけです。これ今の時代ウクライナで世界的に LNG が奪い合いになってますね。ですからカタールはですね、今本当世界中から引っ張りだこなんですね。でそういったことも踏まえて、いろんな外交の手段をやってるということを今日はご紹介をしたいわけですね、うん、でカタールと言いますとね、ちょっと私の個人的体験を申し上げますと、日本にもカタール航空というカタールの国営の飛行機の会社があります。世界で一番新しい飛行機を使う会社と言われてます、うん、私の家で乗ってる車はもう20年近く乗ってる車なんですが、カタール航空は新車というんですかね、うん、新規の飛行機を買いますともう4年で売っ払います、事故なんか一度もやったことありません。でただね、ちょっとね、乗られるときは少し覚悟してください、はい、お隣にハヤブサが乗ってくるときがあります。でこれ日本語のですね、カタール航空のホームページにちゃんと書いてございます、カタールはですね、ペットとしてハヤブサ、はい、この目つきの険しい鳥ですが、皆さん飼うんですね。でこれ飛行機で貨物室に預けるなんてとんでもなくてですね、カタール航空のホームページ見ますと、エコノミーで1機あたり6歩まで、お座りいただけます。ハヤブサにですよ、カゴはないです。で私は実はカタール航空に、ドバイからバンコクまで一晩乗ったんですが、乗るときにですね、いきなりこの格好で入ってきます、ハヤブサが。カゴないです、本当ですよ。で、私の座ってる椅子の横にハヤブサがお座りになるんです。で、こういう険しい目つきでですね、あ、それ目だったんですか？美味しそうに食べてる私の食事をですね、ビクッと動かずにずっとハヤブサが見てるんです。これがですね、はい、翌日バンコクに着くまで続きました。飼い主の男性はガーガー寝てます。ハヤブサはずっと、ちなみに CA さんには言われました、あなた大丈夫よ、あなたよりハヤブサの方がおとなしいからって言われましたので、でこの今のそのキャビンアテンダントなんですが、はい、なんと120カ国の国籍をお持ちです、はい、つまり世界中どの国の方が乗っても対応できます。しかも言語は国連の加盟国の8割160以上の言語を CA さん喋ります。ということはね、これ小さな国なんですけれども、最新鋭の飛行機を使ってそして世界に路線を持って、そして世界中とお付き合いができますよということを昔からやってきたんですね。それは申し上げているこの
地図に問題がありまして、はい、常にサウジアラビア、南の大国の脅威にさらされてきた。何かあるとサウジにお前はうちの国の一部になれ、あるいはお前の国との間の半島を遮断するということで対立をしてきたということがあるわけなんですね。そこで、カタールはずっと歴史上全方位のお付き合いをしてまいりました。で、こちらをご覧いただきますが、まずいくつかの手を打ってあります。でまずね、イスラム最大のテレビ局、これをカタールに作りました。アルジャジーラという名前で、このテレビ局を作るとですね、取材の拠点として世界70以上の支局を持っているわけです。つまり世界中にそのチャンネルを、まあ、手を伸ばしているということがここにあるわけですね。それから2つ目でございますが、はい、こちらです。アメリカとイラン、イランもお隣なんですね。でアメリカとイランって、まあ、犬猿の仲の国ですが、どっちとも非常にいい外交をやっております。でアメリカはですね、こちらです。中東最大の米軍基地がここにあります。カタールみたいな小さなところ、うん、でこれ問題なのはここなんです。司令部があるんです。つまり単なる日本にもあの在日米軍の基地ありますが、基地があります、飛行場使ってますじゃなくて、アメリカの中東で戦争する時の司令部がここに出先があります。だからそのぐらいアメリカが信用しているということだし、アメリカもカタールを信用して最新鋭のステルス戦闘機をここに配備しています。ということはカタールの安全保障に一役買ってるわけですね。ところがカタールはうまいのはですね、ロシアにも手を伸ばしています。で申し上げたようにイランも隣なので、根本的に仲がいいです。で、ロシアとはガスでつながってるわけですが、さあ問題は中国でございます。中国にもカタールは最近ちゃんと お付き合いの手を伸ばしておりまして、2017年には中国製の弾道ミサイル買ってます。これアメリカがよく OK したなと思うんですが、カタールの国を守るためにはもうアメリカ一辺倒ではアメリカ嫌いな中東の国もありますから、中国のものも買う。そしてもう一つ中国から取り入れたのがガチョウ行進です。はい、じゃあ私がやりましょう。こちら撮ってください。あの普通はですね、あのアメリカ軍がいるわけですから、あの西側の軍隊の行進って普通にこうあるわけですね。ところが北朝鮮とか中国とかロシアとか、まあ、旧共産圏のような国々は足をこう伸ばしてこういう行進をします。これ大変な訓練がいるんですが、これをですね中国から指導に来てもらって、カタール軍は今行進これでやるんです。アメリカ軍の目の前で、まあ、こういったバランスも取るわけなんですが、これちょっと冒頭申し上げたのはね、こういった外交上手なのはねカタールだけじゃなくて実はサウジもなんです。でサウジは先週とっても日本にとって気になる大キャンセルをやりました。それがはいこちらです。サウジはムハンマド皇太子という有名な皇太子がいらっしゃって、まあ、いずれ国王になるだろうと言われてます。日本のアニメ好きで新婚旅行も日本に来たかったっていうぐらい日本が好きなのに、 G20 の帰りに韓国へ行きまして、韓国でとってもおもてなしを受けまして、その後今週日本に来るはずだった、日本でビジネスフォーラムやるはずだった、日本のいろんな議員さんとも会うはずだった、全部キャンセルして帰られました。その理由はサウジは水素で国を立て直そうとしてるんですね。でいつまでも石油天然ガスが取れないと思ってるのがこのムハンマド皇太子なんです。で、ムハンマドさんはこれ日本にも持ちかけてます。これからサウジは石油の輸出は減らしていきます。その分水素を作ると。でこの水素は発電の材料になるので水素を買ってくれと。で砂漠の真ん中に水素で発電をした夢のスマートシティというね、全部電気で動くインターネット使い放題みたいな街を作りたい。で韓国と日本と順番に回ってお金出してくれるか、作ってくれるかという交渉に行くつもりだったみたいですね。韓国は飛びつきました。ああもうエネルギー行かせていただきます、防衛やります、インフラ韓国企業参ります。もうね今ちょうど脱コロナです、うん、だからビジネスチャンスをどの国も求めてた。 4.2 兆円もの契約をたった1泊とか2泊とかの滞在でもう取っちゃったわけですね。じゃあ日本は、日本はお帰りになられてしまいました。でも日本もあの経産省はあのちゃんと水素を輸入する計画があるんだということをサウジと交渉している最中なわけですよ。ですからやっぱりこういったところにですね、中東の国々今どんどん世界のエネルギーがウクライナもあって変わっております。SDGs で変わっております。脱炭素で変わっております。したたかなんですね。もう特定の国だけに頼ってたら違う方向に振った時に怖いと。だからカタールはなぜワールドカップができるか、こうやって全世界と付き合ってるから
そのスポーツの祭典の間、平和と安全を完全に保障できる国なんです、中東で。だからカタールは必ずサッカーを呼ぶことができたということでございます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報